アイドルグループ、キング&プリンスが、25日に放送されるテレビ朝日系音楽番組、ミュージックステーション、毎週金曜20時チルダ、に出演し、デビュー曲、シンデレラガール、を披露する。キング&ピー。リンス同グループは平野紫耀、永瀬廉、高橋海人、岸優太、神宮寺勇太、岩橋元気からなる6人組。3年前に行われた同局のイベント、テレビ朝日、六本木ヒルズ夏祭りサマーステーション、ジニ、ミスター。キングバーサスミスター、プリンス、として招集されたメンバーでもある。騎士は、やっと一生の仲間が決められました、と語り、平野も、気合は入りますね。やっと気持ちが定まったっていうか、やっと、このメンバーで行くぞ、っていう気持ちが固まったので、と話すなど、デビューに感慨深い様子を見せる。また、シンデレラガールは TBS 系火曜ドラマ、花の千晴れ花壇ネクストシーズンから、の主題歌にも起用され、テイル、大作に出演する平野は、全部が見どころです。と語り、永瀬も、振りが歌詞とリンクしているところに、ぜひ注目してください、とアピールしていた。そして今夜の、M ステ、には、ガールズグループ、スワイスも出演し、メンバー出演の CM 曲でも話題を呼んでいる、Wake Me Up、をテレビ初披露する。スワイス、本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。あらかじめご了承ください。